話してのみんな <laughs> まだうんちの方が分かるわお菓子の中で一番うまいのこれよな正直いや肩揚げポテトはまじ初心者だようわそっかそれもあったなおはようおはようおはよう 最強連れてくるの何最強連れてくるの何<は>確かにもっと日本語を勉強しないといけないね、俺らも。ハリケーンはフォートナイトの大会で採用されるだけのルール作ったんだっけ <laughs> みんなだ大,大丈夫みんなねみんなだ大,大丈夫 何の話してんのみんな。怖い俺。何を言ってるの <laughs> うんち。まだうんちの方がわかるわ。お菓子の中で一番うまいのこれよな正直。一番うまいよな。いや、ごめん。これ違う。これじゃない。俺が一番好きなのは、 アミあミのポテチみたいな、薄塩のやつ。あれが、いっ,っちゃうまい。これ。これの、これのこの、セブンで売ってる、これが一番うまい。これが、一番うまい。マジで。本当にこれが一番。これが一番です。俺の中ではこれが一番うまいです。いや、皮付きポテトは、 ないわ。皮付きポテトはない。一番は。絶対に。俺もコンビニ行って、美味しそうって思って食うけど、あれは絶対に一位はないね。そう。皮付きポテトなんか全然、なんかもっとイモイモしいかと思ったら、そうでもないし。皮付きポテトはごめん、ないわ。なしで。片揚げポテト1位とか言ってるやつは、もう正直なんか、なんか論外。 なんか片揚げポテト好きってのはなんかお菓,子会お菓子会で1位を決める戦いに参加してこない片揚げポテト好きなやつはまだ最初の方だから片揚げポテトとか言ってるうちはなんでいや片揚げポテトはま初心者だよ、うん、片揚げポテトはマジで初心者あれ美味しいって言いながら食い続けたら100%飽きるから片揚げポテトはなんでかって味が濃ゆいし硬いから 100%飽きんねんあれで今どのお菓子が一番美味しいか決めてる俺らはその唐揚げポテトを死ぬほど食って食った先に見出した境地にうまさを求めてる猛者たちだからそう実際棒の方のカラムーャが一番じゃないうわそうだ 何棒状のカラムーチョは腹いっぱいになんねんなあれお菓子のくせにお菓子のくせに腹いっぱいになんねん棒のあれはいやわかるわお菓子語る前に俺の家にアリケンが買って放置してるお菓子処理しろよええやん別食えるから1ミリも手つけずに帰ったわ